ブルーの縁引きことブルーの縁引きピンとはブラジルのサッカー選手。ブラジル代表。ポジションは FW。インコンフィデンシア FC の下部組織で活躍し、クルゼーロ EC の下部組織に移った。2012年にトップチームに昇格するもウェルランジア EC に即レンタルされた。ここで選手初出場を記録。翌年には完全移籍した。 2014年7月に、イツンビアラ EC に期限付き移籍。12試合で7得点の活躍をした。イツンビアラでの活躍によって、2015年1月7日に、ゴイアス EC に移籍。月末のカンピオナートゴイアーノで移籍後初出場を記録し、翌月4日には、同リーグで初得点を決めた。5月10日にカンピオナートブラジレーロ、セリエ A 初出場。 6日後には、全国一部での初得点を記録した。2016年1月29日に、ブンデスリーガの VFL ボルフスブルクに移籍。2月6日にマックス・クルーゼに代わって、途中出場し、移籍後初出場。4月6日には UE、UEFA チャンピオンズリーグ2015から16、決勝トーナメントのレアルマドリード戦に、スターティングメンバーとして出場し、 マクシミリアン・アルノルトの得点をアシストし、2から0の勝利に貢献した。6日後の第2試合でもスターティングメンバーとして出場したが、3から0で敗れて脱落した。2017年、サントス FC にて2017年1月23日に、サントス FC に400万ユーロで移籍。4日後に4年契約を締結したことが公式に発表された。 2月12日にカンピオナートパウリスタで遺跡後初出場。3月12日に遺跡後初得点を決めると、この試合でハットトリックを達成した。7月23日の試合でもハットトリックを達成し、この試合は3から0で勝利した。同年のカンピオナートブラジレーロセリエではハ得点11アシストを記録した。2018年は、 出場はわずか10分で目を負傷し3ヶ月の離脱を余儀なくされた。2019年1月23日に CR、フラメンゴに遺跡、遺跡金は推定2300万である。加えて、ジェアン・ルーカスをフラメンゴからサントスに期限付き遺跡させる取引となった。2019年9月6日に行われたコロンビア代表戦でブラジル代表初出場。 兄のジュニーニョもサッカー選手で FW。2013年にはウェルランジアで兄弟ともにプレーした。ありがとうございます。